紙飛行機を飛ばしたことありますか？こんなに広い大空の下で紙飛行機が優雅に飛んだらすっごく気持ちいいですよね。今日は私も紙飛行機を飛ばすことにチャレンジしたいと思います。では早速。いや、あんま飛ばないな。よいしょ。あれなんかみんなはいっぱいよく飛ぶのにどうして私のだけ飛ばないんだろう。なんか羽の具合が悪いのかな。あ、こんにちは。こんにちは。飛びません？全然飛ばないんですよ。じゃあね、後で直してあげます。今、はい、私の飛ばしてごらんに入れました。ゴムを使うんですか？はい、手じゃなくって、うん、こうやってゴムで飛ばすと高く上がります。うわー、すごい。はい、高く上がるんですね。すごい、全然落ちてくる気配がない。ゆっくり回ってる。私もあんな風に飛行機を飛ばすことができるんでしょうか。飛ばしたい。まるで鳥が飛んでいるかのような紙飛行機なのに空高く飛ぶんですね。50メートルぐらい飛んでるらしいですよね。そうなんですか。信じられないほどですね。紙飛行機といえばね、僕も子供の頃こういう折り紙の飛行機をずいぶん飛ばしたもんですけれども。私もやりました、あー懐かしい。今の見た飛行機は折り紙の飛行機と違って、はい、ここにあるこういう形のものらしいんですが、ちゃんと胴体があって、はい、でこの硬い剣塗紙で作ったこの主翼、尾翼、この垂直翼、みんなこの本物の飛行機みたいに揃っているんですね。はい、なんか紙飛行機といっても奥が深そうですね。もう本物の飛行機と同じ原理で設計してあるらしいですね。こんな素敵な紙飛行機が作れるといいですね。そうですね。そこで今日は紙飛行機を作って飛ばしてみましょう。それでは実験名人をご紹介します。紙飛行機研究家二宮康明さんです。二宮さんは紙飛行機製作歴60年の大ベテラン。今までに設計された紙飛行機はなんと1000種類にも達します。今日はどんな紙飛行機を見せていただけるんでしょうか。よくいらっしゃいました。こんにちは。よろしくお願いいたします。お願いします。今日は紙飛行機についていろいろと教えてください。こちらにたくさん飛行機があるんですが、名人がお作りになった飛行機ですか？はい、ここに少しサンプルを置きましたけど、これいろいろあるんですね、はい、公園で飛ばしていたのはこのような飛行機でしたよね、はいはい、これに近いものです。これに近い、はいはい、あれはどれぐらい飛んでたんですか？1分30秒くらい飛びましたね。少し上昇気流がありましたね。どれぐらい飛ぶものなんですか？はい、これちょっとまっすぐ投げてみます、はい、中島さん受けてください、はい、わー、よく飛びますね。一番今まで長く飛んだってどれぐらいなんですか？私の経験では15分ちょっと飛んでます。15分ですか？飛行機ですねへー、そんなに飛ぶなんですか。他にもいろいろ面白い形があるんですが、このたくさん羽がついたまるでムカデのような、はい、まあこの中で一番これは飛ぶんですか？飛びます。面白い形をしてますが、はい、じゃあ中島さん受けてください。お、飛ぶんですね。よく飛びますね。明治紙飛行機が飛ぶ原理って何でしょうか？教えてください。これはそうですね、本物の飛行機と同じなんです。全く同じ、さっきドクターもおっしゃっていたんですが、はいはいはい、じゃあその原理についてまず教えていただけますか、はいはい、ちょっと実験装置を用意しましたので、はい、ご覧に入れます。これはどういう実験装置でしょうか？はい、これは一番2枚ありますけども、はい、一番下の羽は水平になってます。あ、それから上の羽は少し後で風を吹かせますけども、はい、風に対して少しプラ前向きに前上がりに作ってあります、はい、でこれを2本比べてご覧に入れます、はいはい、これは動くようになっているんですか？風が来ればこう上がるようになっています。下も動くんですね、はい、下も動きますけれども、はい、はじゃあ、はい、まずはこれで遮って、はいはい、じゃあ、それじゃあ扇風機お願いします。スイッチを入れます。はい、あ、上の羽が浮き上がりました、ね、はいはい、水平の羽はそのままなんですが、はい、風にまっすぐ向かって水平ですと上にこう吸い上げる力、揚力が働きませんけれども、はい、
少し前向きにします、前上がりにしますと揚力が働くんです。もう一度上げていただけますか。はい、あ、上の羽が上がりましたよね。はい、ドクター、揚力が働いているということはどういうことなんですか。つまり風の方に向かってこの前が上がっていると、今おっしゃったように風によってこう上を押し上げられるんですね。はい、だから飛行機の羽というのは、その飛行機というのはその揚力、羽が少し 前上がりになっているために、その風、その揚力、上を押し上げられる力で飛ぶんです。というと飛行機の翼に揚力が働けば飛行機は飛ぶということですよね。ただ飛行機は持ち上がりますけれども、安定には飛ばないんで、やはりそれなりの工夫がいるんです。どういう工夫なんでしょうか。はい、例えばここに1枚の紙があります。はい、でこれは飛ばしてみます。でこれにはくる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 と揚力が働いてるんですけども、はい、安定に飛ばないんです。はい、でつまり羽だけだとダメだということですね。はい、で胴体のためにちょっと胴体をつけてみます。はい、これはくるくる回り方は少し少なくなります。1枚の羽で、はい、あ、でもやっぱりくるっと、これも揚力働いてるけれど、はい、1枚の羽だとダメ。そういうことです。じゃ今度は2枚で、くるくる回るのを防ぐために水平尾翼をつけています。はい、これでくるくる回るのと逆の作用をさせて、はい、あ、2枚の羽でもダメなんです ね。まだ方向安定が悪いんです。なんとか縦安定はなんとか保つんですけど、方向安定が悪いんでうまくまっすぐが飛びません。はい、今度はそれで、今度はこういう垂直尾翼をつけ加えるんです。はい、でこれだと方向安定も良くなってうまく飛びます。あ、すっとよく飛んでいきますね。3つの羽ってとても大切な働きがあったんですね。一番大きい主翼は揚力、飛び上がる力、それだけだとくるくる前後に回ってしまうから、後ろに水平の尾翼をつける。そうすると、前後にはくるくる揺れなくなるけれど、方向、右行くか左行くかまっすぐ行くかっていうのが不安定で、やっぱり起こってしまう。はい、それでこの小さな垂直尾翼をつけるだけで急に安定が良くなって、羽にね、ずっと飛ぶようになるんですね。羽の働きが分かりました。やはりこれ実物と同じなんです。そうなんですか。この垂直尾翼をつけるだけでずっと飛んでいくんですね。他にこういうものも用意してあります。これはうちわですか。うちわなんです。はい、これも垂直尾翼をつけるとうまく飛びます。これも飛ばそうと、いうことなんですか。じゃあお願いします。飛びました。中島さん、ちょっとこちらに持ってきていただけますか。はい、ちょっとやらせてみてください。はい、じゃあドクター。あー、よく飛びますね。うちわでも紙飛行機のようになってしまう。いや、名人、よく飛ぶ紙飛行機の作り方をぜひ教えていただきたいんですが、よろしくお願いします。これが名人二宮さんがお作りになった簡単紙飛行機です。どういう材料で作っているんですか。これはここにありますように、はがきと、それから割り箸、これ胴体になります。それからゴムで飛ばす時のフックになる、こういう紙クリップ、これだけあればできます。たった、これだけで作ることができるんですか。しかも簡単に手に入る材料ばかりですね。そうですね。じゃあ作り方をお願いします。はがきにこういう寸法を書きましてね、でこれが主翼になって、これが主翼の裏打ちなんです。でこれが水平尾翼で垂直尾翼と、でこういうふうに図面を書いて、それからあと胴体の方には、割り箸の胴体には羽を取り付けるマークをつけます。でこれは長さが18センチ、それに後ろから13センチのところにこう印をつけて、それからここには主翼をつけます。それからここにマークをつけて、これは前から 80%、 2.7 センチのところに、これは重心合わせる位置なんです。ここにマークをつけてます。はい、これで準備 OK です。重さの中心を合わせる。はいはい、こちらがその型紙から、そうです、これを切り抜いて、これはどういう部分なんですか。これは主翼です。はい、それからこれは主翼の裏打ちで、これどうしてこんな形してるんですか。はい、これは主翼に働く曲げの力、揚力がこう働きますから、主翼がこう曲がるわけなんです。で根元の方がその曲げの力が大きいですから、この先端の方は裏打ちは少なくして、
中心に行くに従って大きくして、まあこういう格好になるわけです、はい、それで、あとは、あとは水平尾翼と垂直尾翼ということになります。はい、はい、あとは貼り付ける、はい、ということですね。でこれを、はい、ここに糊をずっと全面に塗って、はい、よく接着します、はい、この上に尾翼を貼り付けて、それからこちらはまだ1枚でいいわけです、はい、でこれを先ほどのこう胴体につけたものがこういう格好になります。んーで裏はちゃんと重ねているので、はい、そういうことです。んーここに揚力を受けるからここは強く、はいはい、丈夫に作っておくと、はい、で他のいらないものは切って軽くするということですか、はいはい、そういうことです。あとゴムで飛ばすときは先ほどの紙クリップを曲げてこういう服を作っておきます。はい、でこちらにも、はい、こちらなんか変な形してるんです、これは、でこれは変な形しておりますけども、これは最後に先ほど説明しました重心をここに合わせるんで、はい、マークのところに合わせるんで、でこれは重りの役目をするんです。あ、もうその中心を探るために、はいはい、でこれを仮にここに糊付けしておいて、はい、あとはこう重心が合うかどうかよくチェックをします。でまだ前の方が重いですから、はい、こう少し切って揃えます。あ、そうすると、はいはい、ちょうどいいところに、ね、合ったところで止めて、合ったところで止めて、あとは糊をつけてこう巻き込みます。巻き込むだけ、なるほど。で完成した飛行機が、はい、これになります。飛ぶんでしょうか。はい、じゃあ名人飛ばしてください。はい、よく飛びました。見事に飛びますね。よく飛ぶ紙飛行機を作るということはただ型紙を取って貼り付けるというだけではなくて重心を取った微妙な工夫が必要なんですね。そうなんですね。大変でしたね。でも見かけは簡単でもね、ちゃんとあの二宮名人の方が設計されてるだけあってよく飛びますね。そうですね、あれだけありきたりの材料で、はい、ところでね、今飛行機というのはもう我々にとっては本当にありふれた乗り物ですよね、もうしょっちゅう飛行機に乗ってあちこち飛び回って時代になりましたけれども、もうここへ来るまではね、その先人たちのもう大変な苦労があるんですね。そうなんですか。日本でもね、実は明治時代にあのかなり飛行機を本格的に研究した人がいるんです。どういう方なんですか。この二宮忠八という人なんです。今日の名人と同じ名前ですね。ええ、あの伺ってみましたけど、別にあの二宮名人はご子孫ではない偶然だそうですけれども、で、ええ、でこの忠八、二宮忠八という人は子供の頃からなんかこう飛ぶものが好きで、あのタコ揚げをやっと今度はあの自分でこの新しいタコを発明する、いろいろその初めからそのなんて言うんでしょうか、その揚力で飛び上がることに関心のある方だったんですね。で軍隊入った時にそのまあ軍隊ですからあの残飯が出ます。でそこにカラスがたくさんこういろ群がってるのを見て、そのカラスの飛び方に急に関心を持って、カラスから、まあ、大きいからあの羽の具合がよくわかるんですね、カラスは。これが、これはあの中八の描いたそのカラスの絵なんですよ、はい、うん、これからどうやって飛行機を作ろうと思ったんでしょうか。羽がどういう角度についてるか、今あの揚力の話がありましたね。あれと同じようにほら羽がその進む方向に向かって前が上がっているでしょう、はい、それでどれだけその揚力が出るか、そういうあのことをいろいろこの研究したんですね。でそれで1年半ぐらい経ってから模型飛行機を作る、これがあのカラス型の模型飛行機目玉がついてる、ちゃんと目玉まで。これはあの中八さんの作った本物ではなくて、まあ、複製品レプリカなんですが、あのゴム動力の飛行機です。で今はあの模型飛行機にいいゴムがありますけど、昔はそんなものは明治時代にありませんから、あのお医者さんの聴診器の耳に入れる管がゴムでできてたらしいんですね。そのゴムを使って、はい、まあ、このプロペラが回るようにして、実際に飛ばせたらしいです。これどれぐらい飛ぶものなんですか。なんか9メートルぐらいは飛んだということですよ。
日本人が昔立派な飛行機を考えていたんですね。そうなんですね。こういうことをね、あの中八の考えはそのまま それで耐えてしまったわけですけれどもね、はい、こういうことを本気になって本格的に考えた先輩がいらっしゃるというだけでもね、なんか心強いですね。嬉しいですね。こちらが先ほど作った割り箸の紙飛行機、そしてこっちに持ってますのが私が公園で飛ばしてきた紙飛行機なんですけれども、垂直尾翼の位置が上と下で違うんですけれども、これはどっちでもいいんです。下についても上についても効果は同じです。はい、この飛行機を使ってもう一度飛ばしてきましたので、その様子をご覧ください。それでは早速私にも紙飛行機の飛ばし方を教えてください。それではね、はい、まず飛ばす前に、はい、飛行機の羽がねじれていないかどうか曲がっていないかどうかよく確かめます。正面から見て、ね、正面から見てねじれてるっていう、左の羽と右の羽が違って見えたらねじれてるわけですから、同じに見えるかどうか面が同じように比べてみる、はい、比べてみる、はい、それから後ろからも見て、後ろからも、はい、同じに見えます、面が、はい、はい、同じに見えますね、はい、はい、それから今度はこの垂直尾翼が胴体の軸に対してまっすぐになってるかどうかこう確かめます。この軸に対して平行である、はい、はい、ここから、だいたいこのくらいなら大丈夫だと思うんですけども、はい、はい、大丈夫だと思います。で目で見てまっすぐになったら今度は試験飛行なんです。はい、で試験飛行は風にまっすぐ向かって、風が吹いてくる方向にまっすぐ向かってない、横風によって、横風だと飛行機が悪くなくても横に行ってしまいますから、はい、流されないようにするために、飛行機が悪いのか風の影響なのか分かりませんから、風にまっすぐ向かう、風の方向に向かって投げるわけですね、はいはい、こうやって投げて、はい、あ、まっすぐに、試験飛行をしたわけなんですけれども、はいはい、うまくいったようですから今度は、はい、高く飛ばしてみましょう、はい、でこう手で投げてもいいし、それからゴムのパチンコを使ってもいいんです。ゴムを使う、はい、もっと勢いがつくんですね、はい、ゴム動力の模型飛行機のこういうゴムを使うか、それとも手に入らない場合には輪ゴムを3つくらいつないで、普通の輪ゴムでいいんですか。はい、そうです、はい、で割り箸を切ってこう、はい、端っこを結んでやればいいですね。くくりつけてあるんですね、はい、でこういうものを作って飛行機のここの鍵に引っ掛ける、頭の部分の鍵に、はい、はい、でこれで最初はどう飛ぶか分かりませんから少し弱めにやります、このゴムの引き具合を、はい、はいはい、でそのくらいで、はい、えあれあれなんかあんまり高く飛ばないですねもう少し直してもらう、はい、どの辺を、少しもうちょっと旋回を緩くしましょう、はい、またこのゴムを引っ掛けて、垂直尾翼のちょっと手前に、どうぞ、行きます、飛び、うわぁ、先生のようにもっと高く上げるにはどうしたらよろしいんでしょうか。試験飛行の時よりもスピードが速いですから、はい、宙返りしやすいんで少しもう触ったくらい水平尾翼の後ろを下げて、微妙に下げるんですね、はい、それでゴムをもう少し強く引けばいいんです。もっと強くゴムを引く、はいはい、周りの人にぶつからないように気をつけて、はい、じゃあ行きましょう、行きます、じゃあぐーんと伸ばして 3、2、1 発射、うわー、飛んだ飛んだ飛んだ、すごいすごい飛んでる先生、飛びますね、すごい遠くまで飛んでますよ先生、もう 100m くらい行きましたね、うわーすごい、一瞬のうちに飛んできましたよね、よく飛びましたね、はい、試験飛行を何回もしながら微妙な傾きを調整していくんですけれども、ほんの少し指で撫でるだけでもう飛ぶ方向が変わっていくんですよ。どのように調節すればいいんですか名人、はい、やってご覧になります。ここに飛行機があります、はい、
で、これを最初右旋回させます。右旋回させるためにはこちらの後ろヘリを、主翼の後ろヘリを少し上げて、逆にこっち側の主翼を下げて、後ろヘリを下げて、それからこの垂直尾翼の後ろヘリを少し曲げます。そうすると飛行機はこう傾いて頭がこう動くわけです。で、2つを合わせてこっちに旋回します。あ、右に曲がりました。はい、次はこれは、これは左に曲げます。さっきと逆に曲げるわけですね。さっきと逆に主翼の、右主翼の後ろヘリを下げて、で逆にこっちを上げて、はい、それから垂直尾翼はこっちに、後ろヘリを左に曲げます、はい、そうすると左旋回をします。お見事、曲がりました。さっきと違いが分かりますね。はい、あとはどういう調節があるんですか。あとは旋回の調整ができるようになったら、はい、今度はあの機種の上げ下げを調整します。はい、それはどこで。これはこの水平尾翼を使います。水平尾翼の後ろヘリは昇降舵といいます。でこれを上げると機首が上がります。下げると突っ込みます。で上げてやってみましょう。はい、あ、上に上がって取れました。よ、ドクター、いろいろな微妙な調節をするんですか。実際どういうふうに、もうあんまり微妙なんでね、あの横で拝見しててもよくわからない、はい、それであのこういうのを作っていただいて、これはね、あの、まあ、本物の飛行機 の調節の仕方なんですね、はい、でこの主翼にもこの一部分だけこう動くところが両方にこうついているんですね、はい、それからこの尾翼にもこういうふうにこの一部分だけ動くところがこうついてます、はい、それからこの垂直尾翼ですね、はい、それからこの水平尾翼にもこういうふうに後ろの方がこう動くように、でこ の4つを使って本物の飛行機は上がったり降りたり右行ったり左行ったりしているんだそうです。紙飛行機はこんなふうにはできないんですか。紙飛行機はあのこれをやりますとね、この継ぎ目の部分が弱いから飛んでるうちにこう動いて変わってしまって、あの落っこってしまったりするんですね、うん、だからあの本物の飛行機のようなことはできないんです、でも原理は一緒。原理、あのこの方が説明しやすいもので、はい、あのこういうものを作っていただいて、はい、でまずあの左 この主翼の後ろの方をこう曲げます。そうすると本物の飛行機の場合はあのこれつながってまして、はい、この右の飛行はこちらの反対側にこういうふうに上がるようになっています。そうしますと先ほどの揚力のご説明であったように、あの後ろが下がって前が上がってますから、こちらの方にはあのこの左の翼には強い揚力がかかります、こちらの方が上がる、だからこうなるんです、ね、下げた羽の方が上がるということですね。はい、そうです。そうするとこの今度はこの垂直の尾翼の舵をこちらの方にこう曲げます。はあ、ほらモーターボートの舵でもうそう分かるでしょ、こちらへ行くとこうなりますね、はい、でこちらを下げてあの垂直尾翼をこちらに曲げるとこの飛行機はこう曲がる。で逆に今度はこの右 この主翼の後ろを下げると、あの左の主翼の後ろがこう上がります、はい、そうするとこちらの揚力が強くなるからこういうふうに、その時垂直尾翼は、垂直尾翼もこちらの方にこう曲げるとこう曲がるんですね。あの上に高くこう上がったのは、そうそれはね、あの、まあ、こちらはまあ平らにしましてね、はい、この水平尾翼の後ろにこのやはりこの動く部分がある、でこれをこうするとこう上がるんですね、はい、で下げるとこう降りる。でこ あの4つの舵をあの本物の飛行機の場合にはパイロットがこの同時に全部動かしながら右行ったり左行ったり上行ったり下がったりする。で紙飛行機の場合にはこれこんなに大きく動かすことができないので、ほんのわずか、さっき中島さんがおっしゃったように、その、なぜるぐらい触ると変わってしまうんですね。あ、作り方にもいろいろコツがあったんですが、調節の方にも本当に微妙なコツが、紙飛行機は機体の割合にスピードが速いものですから非常にあの舵が効くんです。だから少し動かしただけで旋回させることができます。はい、
これは何ですか。はい、これはあの紙飛行機特有の、まあ、模型飛行機他にもありますけども、あの他の次の旋回の方法をご説明します。はい、で紙飛行機はよく飛ばす上昇をうまく上昇させて滑空に入れるために尾翼にも水平尾翼にも揚力を持たせてあるんです。でこの揚力の方向をこう傾けるんです。それで旋回させます。というのはあの主翼に対して尾翼を傾けるんです。あ、水平尾翼も傾けている。いや、水平尾翼を傾けるんです。はい、でこの飛行機では胴体が、ま、上平らなもんですから、はい、この水平尾翼を傾けることできないんで、じゃあ正面から見ると逆に主翼の方をこう曲げます。あ、で正面からご覧になると、はい、こっちが上がって、皆さんご覧ください。こっちが下がって。これは本物の飛行機は絶対できないですね。はい、でこれだと右旋回をします。はい、紙飛行機ならではの旋回方法、はいはい、あ、見事に旋回しました。なるほどね。レイジ、私も旋回させてみたいんですが、こちらの飛行機は確か、はい、あのさっきご説明したように、はい、主翼の後ろへりをこう曲げて、はい、垂直尾翼を曲げるということは右旋回、右旋回します、はい、どうぞ。じゃあ行きます。あー、右に旋回しました。じゃあ松田さんが右旋回なので、はい、今度私は左旋回を、はい、そうですね、はい、行きます。わー、見事に、ね、なんかまるでこっちに帰ってくるかのようにね。いやー、中島さんも実際に公園飛ばして気持ちよかったでしょう。はい、もう自分で作った紙飛行機を空高く飛ばすことができたのですっごく楽しかったです。やはり紙飛行機の魅力って自分で作ることにあるんでしょうか。はい、作って自分で調整して飛ばすと、でうまく飛べば1分以上飛びますし、設計から飛ばすのも全部一人でできる。ああ、なるほどね。で、うちの中で、まあ、作るわけですけど、外に出て広い原っぱで飛ばせるということで、そういう魅力があります。でも名人のように15分も長く飛ぶ飛行機を作るためにはやっぱりいろいろな経験をしないといけないということですね。はい、名人もいろいろご苦労なさったんですか。はい、はい、いろいろ15分飛ばすためには非常に静かな空気で、上昇気流が少しないといけませんから、気象の方も、まあ、毎日天気予報を聞いてでチャンスを狙うわけです。そうなんですか。はい、今日は紙飛行機の素晴らしい魅力を教えていただきました。ありがとうございました。紙飛行機といっても本当に奥が深いですね。いや、もう奥が深いところがびっくりしますね。こんなに簡単で、しかも、まあ、調べれば調べるほどその複雑な原理で動いてるっていうことがね、もうとにかくこんなに簡単で、はい、このしかも複雑で微妙なこと遊び方ができる、まあおもちゃといったら失礼かもしれないですけど、このおもちゃってのはそうないと思いますね。いや、本当に皆さんね、これやってみてこちらもなんか夢中になってしまいます。さあ、紙飛行機に関する情報はこちらをご覧ください。東京03-5454-0888番です。音声ガイドに従って情報番号230を押してください。ファックス番号はお間違いのないようにお願いします。じゃあ最後に名人の飛行機を飛ばすところを見せていただけますか。